それでは、今回はですね、今タイマーの定番回路であるフリッカ回路、こちらの動作を見ていきたいと思います。今フリッカとはタイマーを使ってですね、点滅動作を作る、そういったものになります。今タイマーを2つ、タイマー0とタイマー1、こちらを使って、タイマー0で1秒を数え、タイマー1で1.5秒数えているという状態になります。今全体の動作はこの自己保持回路、X の0がオンになって、 Y の1、0がオンになって、自己保持がかかることで、今 Y の1、0の接点が閉じて、自己保持、からタイマーの0が動き始めるよという形になります。で、タイマーの0で1秒経過すると、タイマー0の接点が閉じて、タイマー1、こちらの時間のカウントが始まりますよ。1.5秒をカウントするんですが、1.5秒経過するとタイマー1の B 接点、これが外れて、タイマー1の B 接点が外れるとタイマー0がオフとなって0にリセットされますんで、タイマー0のメイク接点、こちら、A 接点ですね、こちらも外れて、タイマー1、これが0になって、で、0になるということは、今切れていた B 接点が元に戻って、またタイマー0のカウントが始まるよ、といったこの動作の繰り返し、これがフリッカになります。で、実際に何かランプをつけるとか、機器を動かすといった場合には、今制御動作を作っている、このフリッカー動作を作っているリレーの接点、今回は Y の1、0となってますが、こちらの A 接点で、その後ろにタイマー0の B 接点入れていただくと、この Y の11というのはタイマー0を時間をカウントしている時について、タイムアップするとタイマー0が動くと切れるといったような点灯で始まる回路になります。一方、Y の12のランプについては、これタイマーの0が働いて、つきます。で、タイマーの1、これ1.5秒カウントしてるんですが、これが動作すると、タイマーの0をブレイク接点でタイマー1が切りますんで、ということは、Y の1には消える。ですんで、タイマー0が働いた後、つくよ。で、また元の動作に戻るときに消える、といった動きになります。じゃあ実際に、シミュレーションの方を見ていきたいと思います。で、いつものように、こちら。で、今回は、ボード表示にしましょうか。ボード表示にしていただいて、で、今、X の0、これを押せば自己保持が始まって、X の1で止めるよ。で、今、動作状態、フリッカ動作を司るリレーが Y の10、LED ですね。で、Y の11、こちらは、月で始まるですね。動作状態、動作指令が始まったらついて、で、その後1.5秒消えて、また1秒ついて1.5秒消えてというような繰り返しを行うもの。一方、Y の12については、最初動作が始まっても消えてる状態で、1秒経過した後について、1.5秒つき続けて、切れるというような形ですね。まあ、実際動かしてみましょうか。今、X の00、こちらをモーメンタリーで動かす。そうすると、タイマー0、こちらが1秒カウントするよ。1秒数えてる間、Y の11がつきますよ。で、Y の11、ついてるんですが、タイマーの0がタイムアップすると、タイマー1、1.5秒カウントしますよ。で、こちら、タイマー0が動くと、このブレイク接点外れますんで、ですんで、Y の11が消えて、タイマー0のメイク接点、A 接点がつながって、Y の11が、12がつくよ、というような動きになります。じゃあ、動作停止させます。
再度動作をさせてみますが、こちらですね、動き始める動作を司る Y の10、これが入ればフリッカーということで点滅動作という形になります。それでは定番のフリッカーとなりますが、こちら終わりにしたいと思います。